今年のドラフトってかね、丸と宗山で真っ二つになりそうだよな。カーク、じゃ得意の一本釣り見せたりましょうね。宗山の肩株と骨折った投手は大学に居場所なさそう。どこかしら西川単独あるだろうな。さすがに巨人は高校生やろ。まだショートに口にドラクサ。真っ二つにはならないと思うわ。絶対どこか一本釣り狙う。宗山は課題評価し早くない。打撃がそもそもかす。言うてさ、4球団までじゃないかな。巨人沢村は実質略指名だったろ。巨人以外ならメジャー行くとか脅してたし。宗山の前にショートばかり取ってる中日勢はなんでくじ引ける前提なんだろうな。大石があれな成績になったのはいきなり先発挑戦させようとしたフロントの責任。高卒が2人ぐらい出てくるだろうけど目玉はこの2人なのは間違いだろうな。左腕はそれなりいて、去年も細野指名してる。ハムがスカスカの二遊間無視して金丸に特攻したら笑う。超目玉は金丸と宗山で間違いないが、絶対的センター不在の球団増えてきてるから西川や渡辺を検討する球団も多いと思うぞ。横浜は去年一昨年とドライチ野手だから確実に金丸行くだろうな。ご視聴ありがとうございました。